り革がついてる。つり革がついてます。面白いな。なんでこれどんな時に使うの。到着します。水色のホームが折れるね。来た来た来た来ました。水色の席の商品です。これが商品をお取りいただいたら赤い返却ボタンを押してください。商品です。このまま投入。商品をお取りいただいたら、大門を投入。返却ボタンを押してください。きます。これを入れます。電源を入れて、長押しして、で、どうか。これでつきます。今からいただきます。柔らかいかな。追加しました。タッチ、あ、これをな、これをこれを、あ、こここう、あ、バーコード、はい、バーコードあります。お会計でまたは割り勘をしてください。何？割り勘？ちゃう、会計。俺一人やもんな。またはレシートで、レシート。お支払い方法を選んでください。クレジット、映画見に行くねんけど、嫁さんに電話して、行き先のお知り合いの方がお祝いで、はい、大体いつもよくこういうどこのお店でもくださいます。はい、胡蝶蘭ばっかりやな。はい、決まってるやん。もう決まってますね。やっぱりなんか贈り物って感じでは、まあ、ちっちゃいのとかもね、こんな感じのありますけどね。大体これぐらいの花で大体皆様だからもうこぞって、はい、送ってくださいます。はい、ありがたいことです。本社はどこなん。本社は大阪の富士寺だから、だいぶちょっと南の方になります。でも もうちょっと行ったら和歌山って感じですので。この加古川の近くやったらどこにある。もう全くないですね。一番近いところですと西は岡山になりますし、東でしたら尼崎、ほぼもう大阪なんですよ。だからここから車でやったら岡山にだって2時間はかかりますし、大阪の尼崎でも1時間半ぐらいはかかりますんで、その真ん中ぐらいにあるって感じで。よう、なんで加古川を選んでくれたの。さあ、そうか、社長のお願いなんですね。ほんま、はい、まあ、私はね、家がこの辺りなんですよ。もう平岡町なんで、まあ、それでまあ、俺風呂内、野口町風呂。野口町ですか。もうこの辺りですね。そうそう、いや、だから歩いてな、家から歩いてな、はいはいはい、今から映画見に行くねんか。サジですね、3階にゴジラ。ああ、うちの子供昨日見に行ってました。あ、そう。面白かった、言ってました。あ、そう。もうちゃんとチケットも買おうとんで、はい、うちもあのイオンの店長、一応はい、店長させていただきます。あ、はい、一応ここじゃあの駅なんで駅長っていう形になっておりますけれども、はい、よろしく、ありがとうございます。すごい。なんとこの勘定をするところでお金もカードもないことが分かりました。急遽奥さんに電話してお金を持って来てもらうことになりました。ありがとうございます。はい、俺はいればやった。その間時間があったので、なかなか店長、駅長さんと色々雑談を、なんかおすすめのやつがなかった。おすすめ、あのポケットですか。いやいや、何を言ってくれはったかな。おすすめ、何を、何が一番柔らかい。柔らかい、お見えになりました。お見えになりました。
すみません、ごめんなさい、すみません、すみません、ちょっとカードとかお持ちでなかったそうなので、はい、すみませんですけども、現金かクレジットでいきませんか、2013円でございます。あ、皆さんも、はい、大丈夫でございます。すみません、失礼します。提示させていただきます。タッチでできるんですか、うん、自分でしてなあかん。ええで、柔らかい。また、また。すいません、ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。ありがとう。お気を付けてお金ください。また回しております。今頃来た水筒じゃ。今ちょっと待って、今これ今閉店中です。すいません、クリーニングの時間差し上げます。また回しております。はい。ほな、ほな。ほなね、ありがとう。私映画見て帰る。ゴジラ。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆様にとって今日一日が素敵で良い日でありますように。